中央アルプスにライチョウを定着させるため、北アルプスからヘリコプターで運ばれた19羽が山に放されました。標高およそ2950メートルの駒ヶ岳の山頂付近では、午前10時ごろ、環境省の担当者などがケージで保護していたライチョウの親子を山に放ちました。いずれもね、元気ですね。放鳥することができました。中央アルプスにライチョウ復活する事業のですね、大きな第一歩がですね、完了することができたという。中央アルプスのライチョウは1960年代に絶滅したと考えられてきましたが、一昨年夏に飛来してきたとみられるメスの一羽が確認されました。環境省は中央アルプスでの繁殖を目指して、今月1日に乗鞍岳からメス3羽とそれぞれのヒナの合わせて19羽をヘリで移送し、ケージで保護しながら環境に慣れさせてきました。中央アルプスの中でですね、規則を駒ヶ岳がやっぱり環境的に一番いい場所ですね。背の低いハイマツがですね、広く分布してましてね、これからですね、数年かけてですね、中央アルプスにライチョウを復活させる事業がですね、これから本格的にですね、スタートすることになります。駒ヶ岳周辺には天敵のニホンザルが生息していて、環境省は対策をしながら観察を続けることにしています。